鬼をかばうなど明らかな対立違反。もう派手派手だ。こんな可愛い子を殺してしまうなんて。ああ、なんというみすぼらしい言葉だ。なんだっけ、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだよ。まあいいじゃないですか、おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。一体全体どういうつもりだ。